デイリービル編集長の山根です本日はジャーナリストの大高美希さんをお招きしておりますよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします十二月はですね、はい、このデイリービル強化月間ということで、はい、豪華ゲストに続々とご登場いただきたい、はい、豪華に入れていただいて <laughs> い<ー>幸せだな大高さんも華やかだねもう、うん、いや 超豪華ゲストですよ、ね、お世辞言っていただいたから頑張ってしゃべりますでねやっぱ大高さんといえばおしゃれじゃないですか、うん、そんなこともないいつもこうねお召し物がもう素敵でっせっかくいるの動画でのジャージ着てきてもしょうがないでしょ <laughs>、えーまあ、ジャージの大高さんもちょっとね一回見てみたいですけども <laughs> 今,今度着る感じ、ねはい、<laughs> でねいや私全くこだわりなくて、えー でもなんかすごい高そうじゃないいですか、うん、いや全然ですよ本当に、あの、いわゆるブランドってそんなないんじゃないかな、えーうん、い形とか色は好きで、えー、でも別になんかブランドでもさ、はい、こんなん絶対着れないとか結構あるじゃないですかどうせ高いから買わないけどでね私もね、はい、あんまり全くファッションに興味なくてですね、うん、前はあのユニクロとかかね、まあ安いから、うん 来てたんですけど、うん、あんまりこうね来たくない事情もありまして。 なんだろうこれ、なんか人にもらったやつとかをなんか別にね、好きな色、素材、あ、素材は気にするかないやいや、全く気にならないです本当、天然素材は好きとかあってポリエステルよりも、綿とかシルクなんかいいなとか思うしなんかブランドも度が過ぎると結構恥ずかしくてこないだエレベーター乗ってたら目の前の男性がなんかエルメスのズボンを履いてたんだけど 全部「LLL」L LL のなんかいかにもね「ブランドズボンです」みたいな。はいはいでまた「顔見たら芋臭いねん」そんな <laughs> しいですね <laughs>、うん、こんなこと言っちゃなんだけど。はいはいはい そんな気張ってさズボン買わなくてもいいのになってあ余計なこと言いますよねすみませんなんかあの田舎のヤンキーがね、うん、すごいなんかドルチェガッパーナみたいなすごいバックルのベルトとかしてるとおおってなりますから、ね、<laughs> 本物なのメイドインイギリじゃないの, <laughs> <laughs> ないのみたいないやご一点豪華主義かもしれないですけどね、うん、そうかこれだけを頑張って買ったみたいなねと言ったところで、はい、<laughs> ファッショントーク。 そうですよ、はい、最近ねシーンっていう,、ねはい、こう中国系の中華系のファッションブランドが、うん、異様に、ね、YouTube とかで、ね、広告とか流れたり<う>あとなんかこのインフルエンサーと呼ばれるような,こなんかおしゃれなお姉さん<う> YouTuber みたいな方が<う>このステルスマーケティングか分かんないですけどすごい宣伝してるんですよ、ね、シーンいいですよって。ね ですほら、私なんか世代違うからはい、はい、だって10代のブランドでしょ、えー、困っちゃってよこの家 <laughs> <laughs> 若造りしてね、えーまあ、取材行かなきゃと思ったんですよ。うん、いやだなと原宿なんか今この年で行きたくないやと、えー、まあ一応表参道で、ねはい、原宿の竹下通りエリアは外れてた、はい、まあ安心して行ったわけですよ、えー、ね。 道聞きながらさ行ったんですけどほんとつまんなくて買いたいものもなくて今すごい行列ができてるって話ですけどいやそうでもないですそうそうそうすごい人気みたいですね特に若い女性にね若い女性はいっぱいいましたねだけどだってなんか面倒くさいんだもん買えないんですよ行ったことありますいいや、なす 大体、ね、<laughs> 変なんだから、はい、いやあのパジャマとか、はい、えっとね円ぐらいこれもね数字がおかしくて、はい、2,000円って書けばいいでしょ、えー、最初数字見たら「えこれ20万ですか?」ってなんか「ゼロがいっぱい書いた、えー、でなんでこんなゼロいっぱい書いてあるんですか?」って店員さんに聞いたら、えー、なんか「いやアメリカの 企業の影響がとか「ええ中国のこれ企業じゃないの?っ」って言ったら「いやアメリカになるアメリカの企業になるんですよ」みたいなわけわかんないこと言うんですよ。うん、で調べたらシーンってなんかアメリカで上場を狙ってるって言うんですけどん、はい、んなの無理に決ままってません、ねはい、だってウイグルの強制労働で作ってるんでしょ、はいうん 2線でなんでそんなに安いかって言ったらもちろんねそういう事情があると言われてますね、うん。そうですよねだからあんなウイグル非難決議案出してるアメリカが、うん、そんな人権問題で真っ向から戦ってるのにシーンをアメリカで上場させるかって話なんですけど、まあ、現場の店員は。 そういうごまかし方をしていて、はい、それでもあの桁が多いっていうのも意味が分かんないですけど、ね、別にドルだったら少ないはずです。それまだ二十ドルとかだとわかりますよね。二十 <laughs> ドルのがわかるでしょ？えー、なんでそのゼロゼロゼロいっぱいつけてんのかがよくわかんないし、はいうん、で商品も買えなくて、えー、いちいち欲しいものを QR コールで読み取って、はい、で後日配送ですって言って。 でこんな面倒くさいじゃんって言って「うん、じゃあスマホない人どうするんですか?」って言ったら口が思っちゃったんですけどいい、えー、いちちちなんんか不,思議不自然何を目的としててだろうっっっすごい思っちゃった、えー、でこのシーンに関しては、うん、まあいくつか問題があるじゃないですか、はい、で一つが「なんでその安いの?」っていう話でやっぱりねこの強制労働。 さ、はい、せられて作られてんじゃないかという疑惑がまず一つありますと。はい、でもう一つがあのパクリ,パクリあめっちゃひどいですよねあのポロラルフ・ローレンの「うん、なんかうまいの」ってあるじゃないですか、はい、あれなんかすごいそっくりのなんかデザインとか,、うん、なんかグッチにそっくりのデザインとか、うん、まあチャイナクオリティというかね。ねえんか日本で人気なワンピースの柄とか。えーはい 映画、漫画のね、えー、あとなんだっけ「アンパンマン」とか、えー、いろんなものをパクりまくりでももともとだって知的財産所有権の概念ゼロな人たちだから、えー、当たり昔からだってあるじゃないですか「ホンダは昔本具だ」とか書いてたよ字入れてまあでもまあ資生堂が「資、ね、王堂」とかさ、えーまあ、韓国のヒュンダイとかまさにあれもホンダのパクリそのものですけど、うん、ロゴも「ホンダヒュンダイね」ね <laughs> あ ね、半日言っといてああやってパクるとこパクって本当嫌だねって思いますけどね。でパクリの問題とこれでもう一個がやっぱそのクレジットカードの決済とかでこの情報個人情報をこれ盗み取ってんじゃないのっていう問題。ね、怖いじゃないですか。よりによって中国よ。そしたらね、シーンで検索するといろいろ出てきて。 でまたこれがさあ怖いんですよだってシーンでねクレジットカード払いは危ないですかって質問とか言ったら、えー、これ多分会社がやってんだろうけど安全な支払い方法の選び方、えー、安全重視ならコンビニ払いおすすめって。<laughs> やっぱり危なないんじゃだからこういうねまとめサイトみたいなのをこれシーンがね作らせてるかどうか分かんないですけどそうこのねシーンはそういうね我々みたいな指摘もあるけど実際はそんなにね大して危険じゃないよみたいなふうにね誘導してるんですよ。そそそそうううう山根さんおっしゃるとおり会社が作ってんのかどうかは分かんないけれどもでもこれ社員書いてんじゃないのってそのコメントでね口コミでね。 だっていきなりさシーン危険性はないってのっけからそんな危険危険って振る会社ってよっぽど危険なんじゃないの危険から始まるというクオリティ製造過程すべてにやましいことがなくて自信があればえ危険って書くことなくないですかだから我々のね保守派が発信してるじゃないですか危険危険ってそれを打ち消すためにそう。 SEO 対策とか多分知ってるんですよなるべく検索で上に来るようにだから「危険?」って言ったら「危険?」って調べたらそれが一番先に出るようにで「危険じゃないですよ」ってそういうのもね多分ね金持ってんであれだけ CM 打てるんでもう潤沢にあると思うんですよ金はだからねこれを書かせてる可能性もありますよ相当これ儲けてるみたいですねでもさいくら書かしてたって言い訳が厳しいよこれ。だってね えー、品物はすべて新品で危険性は何もありません、うん、古着や売れ残りではないわけです <laughs> もちろんね,ねか売れ残り売ってたら中古の古着売ってたらそれはダメですよ。ね、<laughs> そうやって売ればいいわけ、ねえーうん、新品つっ,たってさ、はい 臭いいいってすごいじゃない、うんね、でそのシーンで買った商品の匂いの取り方ってサイトまで出てきて重曹、うん、で匂いを取りましょうとか何 <laughs> で新品買って匂い取らねえかんのみたいなね、うん、であそうこれびっくりしました「安さの裏には企業努力があります」って、うん、この「企業努力って何ですか?うん」ウイグル人強制労働させて、えー、ね 月に一回しか休みがないってチャンネルフォーかなんかでやってませんでしたっけイギリスのああそうっすかそう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 す,すごいんですようん頭なんかろくに洗う時間ないから、うん、トイレで休憩時間洗ってますとか、えー、うんあの映像を見たらそりゃ臭くもなるわなどうんそれ企業努力努力って言っていいんですかってことですよ、うん、よくこうやってイケシャシャと書くね、うん、マーメイドラインのスカートはなんと 1> 1, 円とありますけど、はい、私あの女性もののこういうファッションわからないんですけどやっぱ安いんですか、はい、スカート <安 S> 1500円って安いには安いですね<い>うん大体5000円から2万円ぐらいの間かな 5,、うん、ユニクロより安いですもんねだってユニクロがそういう強制労働で、うんはい、って言われているのに、えー、さそれよりさらに安いってどういうことだと思いますけどね多 だからそのユニクロよりさらにひどいことをさせてんのかっていう刑務所よりもひどい労働環境でしょ、うんえー、で作らせていてとしか思えないですよねはい、はい、だってそんな価格で普通出せないからうんすごいこの言い訳の仕方があ,れですよ、ね、あとなんか結構ひどいこともいろいろ書かれてですよ、うん スマホ充電器を買ったら「充電器」と書かれた「木の板が届いた」って「ん売ってるんですね売ってるみたい<ー>服を買ったら人形用のミニチュアサイズが届いた」とか、うん、私の知り合いは「うん、子供にリュックを買ったら、うん、犬用のちっちゃなリュックが届いた」とか、はい、<laughs> それは何なんでしょうねミスなのか。うん、でもさすがにそれわざとやっ はないしミスあのまあもともと私もなんか中国で性って知らないで、はい、インドのなんかガネーシャっていう象の神様の銅像を買ったら、ねはい、なんか折れた耳が折れたガネーシャが届いて <laughs>、えー、でしかもなんか中国のラッピングで「はい、ああんだメイドインチャイ」なんか買わなきゃよかったと思った記憶あるけど、うんうん 金井さんの耳折れちゃったなんかね、キツ<っ>だしなないはい。<laughs> ねせっかく高の神様と思って欲しくなったらダメでしたね。<笑><笑>本当にだからそういったまあいい加減さっていうのがかなり上がってはきてるんですけれども、まあ。 こうううふうに書かれれてるけれども実はこうなんですこんなに、えー、まとめ買いすると安くておしゃれでお買い得なんですとか、うん、クーポンをフル活用してくださいとかいろいろとね、えー、涙ぐまししい努力はしてるんですよねこれ地上波テレビ私もそこまでは見ないですけどた分つけたらこのシーンの問題点ってやってたんですよ。やってたので,でね、うん、その人権問題とかそっちかなと思ったら、うん、やっぱりパクリしか使わないんですよ。でやっぱり、えー でま今パクリってなんか、まあちょっとワイドショー受けするっていうか、ちょっと面白いじゃないですか。これぐらい似てますよみたいな、照らし合わせで。でそこで終わっちゃってるんですよ。でまた中国はね、やっぱこういうことやめない限りは。やっぱ先進国にはなれませんね。あはは、とかで終わってるんですよ。ダメじゃないか、それは。ねえ。肝心なところ。でなんか、外頭。山根さん、すぐにテレビ局にって電話しなきゃだめ。ね、でももしかしたらテレビ局。 スポンサーがねそうもしかしたらね入ってるかもしれないしそうですよねあとほら中国に進出している企業がそのテレビ局で他の番組でもスポンサーになってたりする兼ね合いもあるしまずいですねこれかといって YouTube もね汚染されてますからそうですよこれ大丈夫ですかねまあなんかあったら山根さんのせいです <laughs> たまにあの平井浩二さんとかになんかよく楽天の話とかソフトバンクの話とかをよく批判的に扱ってもらったりするんですよ。そ、はい、したたたらそこで流れるる CM が楽天だだっっりりソフトバンクすとか小池都知事の批判したらもう小池さんがバンって CM で出てくるとかねこのチャンネルであるみたいでもしかしたらこれも C の CM が流れてるかもしれない。うん、かもしれない、はいねえ。気持ち悪いですね,ね<え>至る所に。はいね コントロールが入っちゃって。はい、ということでね、すぐいなんかゆるゆるなトークになってしまいましたが。うんはい、まあ、たまにはこういうのもいいんじゃないかと。そう、あんまり硬くてもね。ええ。やっぱね。言いたいことは、死因。大丈夫ですかと。死因あばよ。って思います、ね。<laughs> だ<っ> <laughs> で、こんなのダメだよ、えー、だって、いずれね。はい、人権問題でね。はい、フォーカス当たった時に。えー、日本も。 こんな調子に乗って若い人に買わせてたなんてって問題になりかねないウイグル問題からで、今親中派議員は新化っていうの臭いもの届きゃいいじゃない使えばいいじゃないね。林芳正さんとかを愛用してそうじゃないですか。愛用してそう。もう匂いに耐えて使いなさいよって感じですよね。本当に。でも林芳正さんはねお金持ちだからこんな買わなくてもいいと思いますけど。いや。 やっぱり親中派こそ体張ってこの真意を使ってそしてこの欺瞞性に気づいて日本でこんなものを売っちゃいけないとかなんか法規制作った方がいいんじゃないですか。人権侵害加担してんですからこれ、うん やっぱ YouTube とかでね宣伝してるインフルエンサーも知ってか知らないか分かりませんが人権侵害に加担してるんじゃないかなというねそういう責任というかだろう意識をね持っていただきたい安易にね案件とか受けないでいただきたいですよねでもどこまで分かってるのかお金が入るのかねその辺は分からないんですけどウイグルの実態を知っていただきたいと思います。 ということでね、この視聴者の皆様におかれましてはまあないとは思いますが、うん、シーンなんてね、着ないようにとか言ったらまたなんか営業妨害とかで訴えられたりしませんかね <laughs> どうですかね <laughs> <laughs> でも、まあ、視聴者でシーン好きな人いないと思うけどいい、ね、だって安物買いの税入品になるよ、えー、どんなに安くたって二、はい、回三回来てボロボロになったらお金もったいないじゃん、うん、ね。 バッグ買って、花がないと、お財布落ちちゃったって、どうすんの?。うん。だ、買わない。はい。確かにね、そう、安物買いの云々じゃないですかね。今でこそ、多分ね、ユニクロって、クオリティ結構高くて丈夫なんですけど。昔のユニクロってね、本当ね、数回来たらね、なんかすごい、なんかくしゃくしゃになっちゃって。うん。ね、やっぱり、安かろう悪かろうなんだな。安いのって、やっぱだめですよね。あの、持ちが。はい。うん。 いいものを長く丁寧に使う方がいいような気がするこのデイリービルの視聴者さんはですね層としては一番ボリュームゾーンが比較的高齢の男性なんであんまりちょっと真の話題興味ないかな息子さん娘さんとかお孫さんとかにね啓蒙していただければと思いますそうですねえ、女子お持ちの方ぜひ10代20代の流行りの ファッションなんでね。ねはい。<え>はい、ということで。シーン。うん、シーン。あかん。あばよ。ありがとうございました。ありがとうございました。